静岡県校長広報課発行声の県民だより平成29年2017年2月号をお届けいたします声の県民だよりお聞きの皆様こんにちはいかがお過ごしでしょうかそれでは今回の内容をご紹介してまいります1番訪れてよし静岡木更木の富士2番理想郷静岡 技能グランプリ本県で初開催3番「静岡県政最前線あなたの町の地域包括支援センター」4番「2月23日は富士山の日富士の国食の都の祭典」5番「だより堂」6番「チャッピーの健康かるた」7番「静岡スポーツ」8番「インフォメーション」 心も体もぽっかぽか。あったか日帰り温泉。9番、地産地消レシピ。10番、県民の声。11番、みんなの広場。12番、今月のプレゼント。13番、お役立ち情報。14番、静岡県視覚障害者情報支援センター、新館案内。15番、情報広場。 以上の順にご案内してまいりますこの声の県民だよりの内容に関するお問い合わせは電話054-221-2231番までどうぞそれでは最後までどうぞごゆっくりとお聞きください はじめは、訪れてよし、静岡です。今回は、木更木の富士、富士市の岩本山公園をご紹介いたします。厳しい寒さの続く2月は、空気が澄み、雪化粧した富士山が美しく生える季節です。岩本山公園では、ほころんだ紅白の梅が美しい富士山に彩りを添えます。岩本山公園へは、バスの場合、 JR 富士駅から岩松北地区コミュニティバス小梅でおよそ40分。なお、このバスは月曜日から土曜日に運行いたします。車の場合は、東名高速道路富士インターチェンジからおよそ20分、富士川サービスエリアスマートインターチェンジからおよそ15分、新東名高速道路新富士インターチェンジからおよそ25分のところです。詳しくは富士市観光課、電話054555-277番。 MAX054551-1997 番へどうぞ次に2月の富士の国2月の県の予定などをお知らせします2月1日から3月26日県立美術館新川美香店詳しくは情報広場の項目でご案内いたします2月20日から3月16日県議会2月定例会2月24日 27日から3月3日、本会議、質問。3月7日から10日、常任委員会。2月23日、富士山の日。詳しくは、2月23日は富士山の日と題した項目でご案内いたします。以上です。インターネット版、県民だよりもご利用ください。音声で聞くことができます。静岡県民だより。こちらのワードで検索してください。 また、携帯サイトでも、催しの情報などがご覧いただけます。こちらのアドレス、http://www.pref.shizuoka.jp スラッシュ、m スラッシュです。墨地版県民だより2月号1面の右下にある2次元コードからもアクセスできます。 平成29年1月1日現在の県の推計人口をお伝えいたします。総数368万4318人、うち男性181万3955人、女性187万363人です。以上、訪れてよし静岡でした。 次は理想郷静岡技能グランプリ本県で初開催と題してお伝えいたします静岡県の産業を支える技能士の挑戦2月に本県で開催される第29回技能グランプリ様々な分野で活躍する技能士が熟練の技を競い合う国内最高レベルの競技大会です県内からは過去最多34人が出場 静岡の産業を支える技能士たちの活躍が期待されます。技能グランプリとは、技能グランプリは、フライス盤や建築など様々な分野の技能を競い合う全国大会で2年に一度開催されています。30の職種において豊富な経験を積んだ技能士たちが出場いたします。年齢制限がないため、幅広い年齢の技能士が、 国内最高レベルの匠の技を競う大会として全国からおよそ550人が参加前回平成27年開催時は本県から16人が出場し7人が入賞今回は34人が出場しメダルの獲得を目指します技能グランプリは本県では初開催ツインメッセ静岡など県内6会場で30職種の競技が繰り広げられます 競技種目三十色種は次の通りです。染色補正、婦人服製作、紳士服製作、和裁、寝具、衣工、建築大工、瓦吹き、畳製作、建築配管、壁装、旋盤、フライス板、機械組み立て、タイル貼り、家具、建具、ガラス施工、貴金属装信具、印象小口彫刻、 競具、園芸装飾、ペイント仕上げ広告美術、粘着シート仕上げ広告美術、日本料理、プラスチック系床仕上げ、カーペット系床仕上げ、フラワー装飾、レストランサービス、造園。以上が技能グランプリの競技種目です。静岡県代表、技が冴える技能士たちの声、印象小口彫刻。競技説明です。 7時間以内で、次げの30ミリ角材に課題の文字を配置し、印象、ハンコを作り上げ、完成した角印の配置や、彫り方、夏印した陰影の量費などを競います。技能士が角材に直接筆を入れる、富士、布の文字という字です。この富士や、何本もの彫刻刀を使い分けて彫る荒彫り、仕上げなどの作業は高度な技能を要します。 吉田文彦さん、吉田印象堂、技能歴10年、全大会銀メダル。明治25年創業で3代続く静岡市葵区の吉田印象堂の後継ぎとして、20代中頃から印象彫刻の門を叩き、平成25年に一級印象彫刻技能士の資格を取得。全国で行われた数々の技能大会で上位入賞を果たし、 前回平成二十七年の技能グランプリでは銀メダルの成績に輝きました。荒彫りの工程でいかに線の際を攻められるかが勝敗の鍵。平常心で力の限りを尽くし優勝を狙いたいと今大会への意気込みを語ってくれました。和裁競技説明です。競技用に指定された布地に裁断へら付け手縫いを行い。九時間以内に一着の着物を作り上げ。 その美しさや品質の高さを競い合います。一着の着物に数十メートルを要する手縫いの作業には、手先の器用さだけでなく、長時間にわたって集中し続ける忍耐力も必要とされます。増田恵さん、辻村和裁研究所、技能歴14年。初出場。通常1枚の着物を作るのに15時間から16時間ほどかかるので、 今大会ででは時間内ににいかかきれいな仕事ができるかがるポイント。開催県代表として頑張ります。一流の和裁師として年間で130枚ほどの着物を縫う増田さんは和裁の専門学校を卒業後最難関である一級和裁技能士の資格を取得磨き上げてきた技能の腕試しと日本の伝統文化を残していきたいという思いから今回自身初となる技能グランプリに挑みます 静岡県の産業を支える人材の育成。本県は小中学校で技能士がものづくりを教える技チャレンジ教室や、小中高等学校への技能マイスターの派遣、高校生や技術専門校生が参加する県ものづくり競技大会などを実施しています。将来を見据え、静岡県の産業を支える人材をこれからも積極的に育成していきます。 熟練の技を間近で見てみよう。第29回技能グランプリ。競技は2月11日土曜、12日日曜。会場はツインメッセ静岡。株式会社静岡鉄工所。ポリテクセンター静岡。中央調理成科専門学校静岡校。プラサベルデ。こちら、キラメッセ沼津。それと、静岡県立沼津技術専門校です。 種目によって会場が異なります。無料バスがあります。ツインメッセ静岡、株式会社静岡鉄工所、ポリテクセンター静岡へは、静岡駅南口から、静岡県立沼津技術専門校へは、沼津駅北口から、それぞれ無料バスが運行します。各種目の詳しい日程や会場につきましては、技能グランプリのワードで検索してください。 子供も,ものづくり体験教室も開催。中学生以下が対象です。平成29年2月11日土曜午前10時から午後3時。会場はツインメッセ静岡西館第一章展示場。内容は、ハンコ作り、天国彫刻、定員60人、午前午後各30人です。タイルコースター作り、定員は80人、午前午後各40人。 銅板へら出し、銅板筋彫り、定員は80人、午前午後、各40人です。こちら事前の申し込みはいりません。体験には材料費、数百円程度のご負担をお願いいたします。お問い合わせは、県職業能力開発協会、電話054-344-0202番、ファックス054-345-2397番までお問い合わせください。技能グランプリをライブ中継。 第29回技能グランプリ競技開催中、ツインメッセ静岡、プラサベルデ、キラメッセ沼津の2会場からインターネットを使ったライブ中継を行います。お問い合わせは県職業能力開発課まで。なお、墨地版県民だより2月号2面の下にある2次元コードからもアクセスできます。以上、この項目全体に関するお問い合わせは県職業能力開発課。 電話054-221-2823番、ファックス0 5 4 2 7 1 1 9 7 9番へどうぞ。理想郷静岡技能グランプリ本県で初開催と題してお伝えいたしました。 続いて、静岡県政最前線、いつも身近に高齢者の暮らしをサポート、あなたの街の地域包括支援センターと題してお伝えいたします。高齢者が住み慣れた街で安心して暮らせるように、介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から総合的に支える地域包括支援センター、地域の拠点として高齢者とその家族の暮らしを支えています。 地域包括支援センターはこんなところです主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師などの専門職がチームとなって高齢者やその家族をサポートしますおおむね中学校区ごとに市町が設置する機関で県内には現在143カ所あります地域包括支援センターの役割は大きく4つあります高齢者の暮らしに関する総合相談 介護予防サービスを利用し自立して生活できるよう支援する介護予防ケアマネジメント、虐待の早期発見や消費者被害の相談などの権利擁護高齢者が暮らしやすい地域になるよう様々な機関が連携するための地域のネットワークづくりとなります。県では地域包括支援センターの周知とともに職員の質の向上や 専門機関との連携強化に向けた研修の開催などにより、運営を支援し、高齢者と家族の暮らしを支えます。こんな時には相談を、足腰が弱くなって外出しにくくなり生活が不安、介護保険のサービスを利用したい、離れて暮らす両親のことが心配など、様々な相談に対応します。また、内容に応じて、市町の福祉窓口や医療機関、 介護事業所など、専門機関との連絡調整を行います。高齢者に関する悩みや困りごとは、お住まいの市町の地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。特色ある地域包括支援センターのご紹介。掛川市地域健康医療支援センター福祉屋。福祉屋では、一つの施設に地域包括支援センター、行政、社会福祉協議会、 訪問看護ステーションを集約することで、本県が推進する富士の国型福祉サービスのワンストップ相談を実現しています。この取り組みが高く評価され、平成27年度の健康寿命を伸ばそうアワードで厚生労働大臣優秀賞を受賞しました。県が推進する富士の国型福祉サービス。富士の国型福祉サービスには3つの柱があります。 誰もが自由に集い、自由に過ごせる居場所。身近な相談窓口で、本人や家族が抱える問題に迅速に対応できるワンストップ相談。高齢者と障害のある人や子供が共に暮らすことができる共生型福祉施設。この取り組みを普及させて、年齢や障害の有無に関かかわらず、制度や窓口の垣根のない福祉を目指します。初めての介護講座。 こちら受講料無料です。介護の仕事への就職を考えている方、介護に関心をお持ちの方のための講座を開催します。次の3つの会場で行います。東部会場、プラサベルで沼寿市1日目、3月2日木曜。2日目、7日火曜。中部会場、グランシップ、静岡市駿河区。1日目、2月28日火曜。 二日目、三月六日、月曜です。そして西部会場、浜松市福祉交流センター、浜松市中区。一日目、三月九日木曜、二日目、十六日木曜です。全会場、無料託児があります。なお、昼食休憩中はお休みします。定員は各会場50人。時間は、両日とも午前十時から午後三時。昼食休憩があります。申し込みは、 申し込み窓口の県社会福祉人材センターかホームページで申し込み書を入手してください。申し込み期限は2月10日金曜です。お問い合わせと申し込み先は県社会福祉人材センター電話054-271-2174番ファックス054-272-8831番です。ホームページはひらがなで福診防止のワードで検索してください。 以上、この項目全体に関するお問い合わせは、県長寿政策課、電話054-221-2442番、ファックス054-221-2142番へどうぞ。また、ホームページは、静岡県地域包括支援センターで検索してください。静岡県政最前線、あなたの町の地域包括支援センターと題してお伝えいたしました。 変わりまして、2月23日の富士山の日と富士の国食の都の祭典についてお伝えいたします。まず、2月23日の富士山の日についてお伝えいたします。2月23日は富士山の日後、世に継承したい。世界の宝富士山。世界遺産に登録され、世界に誇る宝となった。富士山県では富士山憲章の理念に基づき、富士山を想い。 考え、学ぶ、富士山の日運動を推進しています。2月23日の富士山の日に合わせて、県内各地で様々なイベントが開催されます。この機会に、富士山がもたらす豊かな自然、景観や、歴史、文化的な価値を再認識し、富士山を後世に確実に継承していきましょう。はじめは、富士山遊びと学びのイベントです。ウィンターフェスタ2017ガーデンパーク雪祭り。 2月11日土曜、12日日曜、午前10時から午後3時。会場は浜松市西区の浜名湖ガーデンパーク。そり遊びができるミニゲレンデと雪遊びができる広場が登場。他にも農産物などの販売やゲームコーナーなど家族みんなで楽しめます。12日日曜には正午から午後1時まで富士山のクイズ大会を開催。クイズ大会に参加してプレゼントをゲットしよう。 続いて、富士山の日イベント。2月4日土曜から19日日曜、それと23日木曜の午前9時から午後4時。なお、2月7日火曜、それと2月14日火曜は休園です。会場は、富士市の富士山子もの国。2月19日日曜、21日火曜、23日木曜は入場無料です。富士山に関するクイズに挑戦するクイズラリー。 期間中毎日開催。雪の上丸バツクイズ大会。期間中の土曜、日曜、祝日、それと23日に開催です。なお、丸バツクイズ成績優秀者には、富士ッピーのグッズをプレゼントいたします。次は、富士の国芸術祭、春の祭典についてです。2016年授賞式、2017年総合開会式。 2月19日日曜午後1時半から3時半。会場は静岡市駿河区のグランシップ中ホール第一。富士の国芸術祭は県内最大の総合芸術祭。今回春の祭典を行います。第1部2016受賞式。この後第2部2017総合開会式を開催します。合唱部門で芸術祭賞を受賞した 岩田市立城山中学校合唱部と静岡県現代舞踊協会による講演が行われます静岡県現代舞踊協会の演目は雨にも負けずですこちら事前の申し込みはいりません当日直接会場へお越しください続いて集計ふるさと富士写真展についてです 2月22日水曜から3月5日日曜午前10時から午後5時半。会場は静岡市駿河区の県立美術館県民ギャラリー。展示内容です。集計ふるさと富士写真コンテスト入賞作品。全国から募集した江戸富士、羊蹄山や薩摩富士、開門岳など、富士の名前がついたふるさと富士のコンテスト入賞作品。 テス助市による富士山の有効山、中国、泰山、台湾、玉山の写真となります。以上です。代わって、富士山万葉集、歳時期についてお伝えします。富士山への理解を深めていただくため、富士山をテーマとした短歌、俳句を募集し、先行作品100種、句を集めた、富士山万葉集、富士山歳時期を編纂しています。冊子を希望される方は、県、 富士山世界遺産課までお問い合わせくださいなお今年度の冊子は2月23日以降に配布いたしますこの他にも県・市町・民間企業・団体による多彩なイベントが開催されます今年、仮称富士山世界遺産センターがオープン予定富士宮市に仮称富士山世界遺産センターが本年12月に開館する予定です館内では 富士登山を疑似体験できるほか、富士山の歴史、文化、自然などを最新の映像などを使ってご紹介いたします。逆円水系が特徴的な展示塔には、富士ヒノキで製作した記号紙を取り入れており、全面の水盤に富士山の形で映し出されます。以上、富士山の日に関するお問い合わせは、県富士山世界遺産課、電話054-221-3375番、ックス 番へお願いいたしま,すまた、詳しくは、富士山、とことんのワードで検索してください。ここまでは、富士山の日についてお伝えいたしました。次に、富士の国、食の都の祭典のご案内です。富士の国、静岡の食、茶、花を満喫する2日間。入場無料です。 2月18日土曜19日日曜午前10時から午後4時、会場は静岡市駿河区のツインメッセ静岡北館大展示場第3小展示場です。JR 静岡駅南口からシャトルバスを運行します。JR 静岡駅南口午前8時40分の始発からツインメッセ静岡午後4時半の周発まで30分間隔で運行いたします。 それでは催しをご案内いたします。詳しくは食の都の祭典で検索してください。県内農芸品の販売。野菜、果物、お茶、魚、肉など農芸品とも言われる本県の食材や加工品のお買い物が楽しめます。また、今年新設される12の屋外ブースでも調理したての静岡食材をその場で楽しめます。メインステージ。食の都仕事人が 県産食材の魅力を伝える料理パフォーマンスや、出汁の取り方などの料理教室、農芸品がその場で当たる大抽選会など、さまざまなプログラムが用意されています。富士の国食の都仕事人キッチン。静岡県を代表する料理人6人が一堂に集結し、県産食材を使ったスペシャルメニューを提供します。静岡の食の魅力をご堪能ください。 食育体験試食コーナー。お茶の手もみや、かつお節の削り出しなどの体験ができるほか、食育クイズやジビエの試食など、美味しい体験が盛りだくさんです。和の食文化の展示、県内の伝統食をはじめ、和食の基本となる出し有機農産物、美味しいお茶を育む地域の魅力を紹介する、美しい茶園でつながるプロジェクトなど、 和の食文化に関する展示、紹介をします。食育映画上映会を2月18日土曜午後1時半から行います。いただきます。味噌を作る子供たち。その後の花ちゃんの味噌汁、ギフト。こちらを上映します。また、太田敏監督の講演も行います。こちら、先着事前申し込み制となります。 参加を希望される方は、氏名、人数などを、県健康増進課、電話054-221-2779番、ファックス零0 5 4 2 5 1 7 1 8 8番までお知らせください。以上、富士の国食の都の祭典に関するお問い合わせは、県地域農業課、電話054-221-2813番、ファックス零0 5 4 2 7 3 1 1 2 3番です。 同時開催です。花の都静岡フラワーデザインコンテスト2017フラワーデザインコンテスト花の都静岡イベントで初となるコンテストです。高校生や専門学校生など若い世代がフラワーアレンジメントやミニガーデンなどを制作し腕を競い合います。次の4つの部門があります。フラワーアレンジメント部門、ミニガーデン部門、フラワーパフォーマンス部門、 ポト部門。なお、公開制作は18日土曜のみとなります。高校生,生、ば花デモンストレーション。県内高校の稼働部、坂道部がメインステージで華麗なば花を制作、披露します。なお、公開制作は19日日曜のみとなります。このほか静岡県花の展覧会、富士の国花の都静岡 PR コーナー、フラワーマーケットが開催されます。 花の都静岡フラワーデザインコンテスト2017に関するお問い合わせは、県農芸振興課、電話054-221-2679番、ファックス0 5 4 2 2 1 1 3 5 1番までどうぞ。以上、2月23日の富士山の日と、富士の国食の都の祭典についてお伝えいたしました。 今度は頼り堂ですここでは県が有料推奨図書として青少年に推奨した本を紹介しています今回ご紹介する本は中学生以上の青少年向け野生のゴリラと再会する山際十一著雲出版から出ています本体価格1400円全112ページの本ですゴリラを研究する著者が アフリカで窮地のゴリラと26年ぶりに再会するまでを描くドキュメンタリーです。生命を尊重する心、豊かな人間性、正しい知識や技能を習得し、活用する力を育んでくれる作品です。この本を抽選で6人の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、ハガキか E メールでご応募ください。本のタイトル、野生のゴリラと再会すると書いて、住所、氏名、年齢、電話番号、 だより道へのご意見を明記して、はがきの方は、郵便番号420-8601、住所は不要で、県社会教育課へ。E メールの方は、アドレスです。dayorido.pref.shizuoka.jp、こちらへお願いいたします。締め切りは2月13日月曜、日着です。お問い合わせは、県社会教育課。 電話054-221-3313番までどうぞ。だより堂でした。次は、チャッピーの健康かるたです。今回は、せ。宣言しよう職場のみんなの健康度アップ。富士の国健康づくり推進事業所宣言。企業や事業所が従業員の健康管理や、 維持増進のための具体的な取り組み目標を宣言し、その取り組みを県が支援する、富士の国健康づくり推進事業所宣言。従業員の健康に配慮することは、経営面でも大きな効果が期待できます。健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践しましょう。事業所宣言で期待できるメリット。従業員の健康増進。これは、労働生産性の向上。 企業のイメージアップ。労働災害事故等の防止。病気休暇等による手当等の支払いの減少。詳しくは、富士の国健康づくり推進事業所で検索してください。お問い合わせは、県健康増進課。電話054-221-2433番。ファックス054-251-7188番までどうぞ。チャッピーの健康カルターでした。 続いて静岡スポーツですタンデム自転車県内の行動走行が解禁二輪タンデム自転車の県内の行動走行が昨年12月に解禁されましたタンデム自転車は2人乗りができ視覚障害のある方でもサイクルスポーツを楽しめますタンデム自転車とは2つのサドルとペダルを備え2人が前後に並び協力してペダルを漕ぐことで走ります 後ろに乗る人はハンドル操作の必要がないため、視覚に障害のある方も乗車が可能です。視覚に障害のある方がサイクルスポーツを楽しみ、行動範囲を広げる乗り物としても普及が期待されています。パラリンピックの正式種目タンデム自転車はパラリンピック自転車競技パラサイクリングの視覚障害者クラスでも採用されています。東京2020パラリンピック競技大会では、 伊豆、ベロドロームで、タンデム自転車を使ったトラック競技が行われます。風を切って走るスピード感や、1000分の1秒を争う握力といった魅力を間近に感じることができます。公道でタンデム自転車に乗るときは、タンデム自転車は歩道を走行できません。また、発進時や横風を受けたときに不安定になりやすい、車輪の間隔が大きく、小回りが利かないなどの特性があります。 乗る際はヘルメットを着用し、安全な場所で練習をしてから行動に出て、気をつけて運転を楽しみましょう。ここで、伊豆の国市に本部を置く一般社団法人日本パラサイクリング連盟、県常大使理事長のお話です。障害者スポーツ振興のために、行動でも走れるようになり、視覚障害のある方の行動範囲が広がるのと同時に、選手の競技力向上にもつなげていきたいです。 とのことです。お問い合わせは県障害者政策課電話零五四二二一の三五九九番、ファックス零五四二二一の三二六七番へどうぞ。静岡スポーツでした。変わりましてインフォメーションです。心も体もポッカポカあったか日帰り温泉。 下鴨温泉、銀の湯会館、南伊豆町。露天風呂エリアでは、南国の雰囲気が楽しめるお風呂や、ゆったりと空を眺められる寝湯。季節ごとの変わり湯が楽しめます。厳選で茹でた卵や、さつまいもの販売も人気です。営業時間、午前10時から午後9時。定休日は水曜。祝日の場合は翌日です。料金は1日、大人1000円。 3歳から小学生の子供500円。住所は、南伊豆町下鴨247-1、電話0558-63-0026番、ファックス0558-63-0126番です。小山町町民憩いの家、足柄温泉、小山町。ダイナミックな富士山を真正面に望みながら、ゆったりと温泉に入れます。 刺激が少ないアルカリ性単純温泉なので、小さなお子さんや高齢者も安心です。営業時間、午前10時から午後10時。定休日、火曜。祝日の場合は翌日です。それと、12月31日と1月4日がお休みです。料金は3時間で、高校生以上の大人500円。3歳から中学生の子供300円。住所は、小山町竹の下456の1。 電話0 5 5 0 7 6 7 0 0零番、FAX0550-70-5321 番です。田代の里温泉、いたわりの湯、島田市。豊かな自然に囲まれた日帰り天然温泉、露天風呂にはシルク風呂と人工炭酸泉があり、内湯には美肌効果がある田代温泉の源泉循環風呂があります。営業時間は平日午前9時から午後9時。 土曜日曜祝日は午前8時から午後9時。定休日は月曜。祝日の場合は直近の平日がお休みとなります。料金は4時間で。中学生以上の大人510円。小学生300円。未就学時は無料です。住所は、島田市板1-22。電話0547-33-1148番。ファックス0547-33-1151番です。 日帰り天然温泉、新たまの湯、浜松市浜北区。ナトリウムを多く含む炭酸水素塩泉の源泉掛け流しは、肌が滑らかになる美肌の湯として評判です。浴槽は、テーマの異なる森林の湯、石底の湯があります。営業時間、平日午前9時から午後9時。土曜、日曜、祝日午前8時から午後9時。定休日は第1月曜。 施設点検のための休館日があります。料金は1回、中学生以上、大人、660円。小学生、それと70歳以上の方は330円。未就学時は無料です。住所は、浜松市浜北区、四大地、9-921。電話05、053-582-1126番。ファックス05、053-582-3515番です。 以上インフォメーションでした今度は富士の国食の都仕事人地産地消レシピのコーナーです今回は伊豆の恵みライスコロッケ天城山の清流と中山間地の米作りに適した気候に育まれたコシヒカリの中からお米の美味しさを表す食道の高いものだけを厳選した ハイグレードブランド米、伊豆の恵み。米本来の旨味が濃縮されたこの素材を、伊豆の国市の和食店、色彩菊池の菊池孝夫さんに料理していただきました。それでは、伊豆の恵みライスコロッケ。4人分、3種類12個の材料をご案内いたします。伊豆の恵み 450g。具材 A。干し椎茸3個。 事前に水で戻し、醤油と砂糖で煮て刻んでおきます。それと、干し桜えび30グラム、砕いたくるみおよそ5かけ。具材 B、ちりめんじゃこ20グラム、チーズ10グラム、明太子10グラム、大葉3枚。具材 C、塩カツオ20グラム、こちら、油を切ったツナやカツオ節などでも結構です。ごま10グラム、梅干し1個、 スライスチーズ1枚。溶き卵衣、こちらを D といたします。小麦粉大さじ3、牛乳 10cc、溶き卵1個の割合であらかじめ混ぜておきます。パン粉適量、サラダ油適量。以上が4人分、3種類12個の材料です。作り方です。所要時間は炊飯時間を別にしておよそ60分です。1。 炊きたての伊豆の恵みに A、B、C、それぞれの具材を別々の容器で混ぜ合わせます。2、巻き酢にラップを敷き、それぞれを直径3センチほどに巻きます。3、ラップをした状態で30分ほど冷まし、味をなじませます。4、4から5等分に切り、俵状にします。5、4に D を絡めた後、パン粉をまんべんなくまぶします。 6.160度から170度 C のサラダ油で4分ほど揚げ、表面がきつね色になるくらいまで。お皿に盛り付けたら出来上がりです。そのまま、もしくは塩、ウスターソースでお召し上がりください。一人分の栄養価をご紹介します。エネルギー971キロカロリー、タンパク質24.2グラム、脂質46.1グラム、食塩相当量2.8グラムです。 栄養家計算は県中部健康福祉センター健康増進課です。作り方動画公開中です。墨地版県民だより2月号8面に掲載されている YouTube の表示がある2次元コードから動画を視聴できます。おしまいは仕事人紹介です。菊池隆夫さん、福島県南合図出身、18歳で和食の門を叩き、いずへ。 26歳で老舗ホテルの料理長になり、その後は修善寺や熱海などのホテルで総料理長、オーナー料理員などを歴任。2010年に色彩菊地を開店します。静岡の名工、和食マイスターの称号を持つほか、日本で最初に真空調理法を取り入れるなど、和食文化に貢献しています。色彩菊地、所在地は、 伊豆の国市粉五百二十七のに。電話番号、ファックス番号を共通で。零五五九四七の一二四八番です。以上、地産地消レシピのコーナーでした。次は、県民の声です。ここでは、校長に寄せられたご意見と対応事例を要約してご紹介いたします。県民の声。 県庁内の通路に椅子を配置してしてほい。県庁別館から西館までの通路は長いので、高齢者や歩行が困難な者の,のために、休憩用の椅子を配置してほしい。対応しました。これまでも県庁内のロビーなどに休憩用の椅子を設置しておりますが、円滑な通行を確保する観点から、通路には椅子などを設置しておりませんでした。 この度、頂戴したご意見を踏まえ、椅子の配置を見直し、本館2階の通路脇に木製ベンチを設置いたしました。今後も県政へのご意見をお待ちしております。県校長広報課、電話054-221-2235番、ファックス0 5 4 2 5 4 4 0 3 2番です。以上、県民の声でした。 続いて皆さんからのお便りをご紹介するみんなの広場です1月号表紙の富士山と駿河湾の絶景に見惚れてしまいましたこんな2つの宝を持つ静岡に生まれ育ったことに感謝浜松市村松さん平成28年に誕生した20の地域資源人材群たくさんの方々が世界クラスなんだとびっくりしました 暗いニュースが多い中、とてもいい知らせでした。伊豆市杉本さん。飯野屋と奥浜名湖。今年はぜひ、新東名を使って行ってみたいと思います。地域活性化になればいいですね。沼津市大田さん。編集部からです。梅や桜の花が富士山を彩る季節はもうすぐです。春が待ち遠しいですね。まだまだ寒い日が続きますので、 どうぞご自愛ください。以上、みんなの広場でした。変わりまして、今月のプレゼントです。正解者の中から、抽選で20人の方に、静岡食セレクション認定のお米、伊豆の恵み5キロをお送りいたします。それでは問題です。2月に本県で開催される技能グランプリでは、 全国からおよそ550人の〇〇〇が参加して技を競い合います。さて、こちらに入る漢字3文字は次のうちどれでしょうヒントは、理想郷静岡技能グランプリ本県で初開催の項目にあります。1番、技術士、2番、技量士、3番、技能士。今月のプレゼント、伊豆市産特別栽培米伊豆の恵みの 静岡食セレクション認定事業者は、伊豆の国農業協同組合修善寺営農センター、電話0558-72-4461番、FAX0558-72-6585 番です。応募方法です。クイズの答えと、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を明記した、はがき、E メール、 または、インターネット版、県民だよりの入力フォームからご応募ください。今月号の感想やご意見なども、ぜひ、お書き添えください。感想は、みんなの広場でご紹介する場合があります。匿名を希望される方は、匿名希望と明記してください。応募先です。はがきの場合は、郵便番号420-8691、静岡中央郵便局、支所箱第1号、県民だよりクイズ係。 こちら宛てに。e メールの場合は、quiz.pref.shizuoka.lg.jp こちらへお願いいたします。応募期限は2月13日月曜日着です。なお、当選者には2月末までに直接通知いたします。以上、今月のプレゼントでした。 今度はお役立ち情情報報です休日夜間の当番医静岡県救急医療情報センターーフリーダイヤル番24時間受け付けます静岡子ども救急電話相談電話はシャー #8000 番または電話054247-9910番受付は平日午後六時から翌朝八時 土曜は午後1時から翌朝8時。休日は午前8時から翌朝8時です。子ども家庭110番。かも下田。電話055823の4152番。東部沼津055924の4152番。中部静岡054273の4152番。西部浜松053458の4152番。 受付は、祝日、年末年始を除く、毎日午前9時から午後8時。土曜、日曜は午後5時までです。労働相談、各県民生活センターで行っています。フリーダイヤル0120-9-39610番です。受付は、月曜から金曜、午前9時から午後4時までです。認知症コールセンター、電話0545-64-9042番。 受付は祝日、年末年始を除く月曜、木曜、土曜の午前10時から午後3時です。女性の悩み相談。かも、下田。電話055823の7879番。東部、沼津。055925の7879番。中部、静岡。054272の7879番。西部、浜松。 053-456-7879番、受付は平日午前9時から午後4時、ただし水曜は午後2時から8時、また第2土曜の午後1時から6時です。県民サービスセンター、行政資料・統計資料の提供、電話054-221-2237番、県庁案内、電話054-221-2455番です。 DV 相談、女性相談センター、電話054-286-9217番。受付は、祝日年末年始を除く、毎日午前9時から午後8時まで。また次のところでも受付けます。かも、下田。電話0558-22-9217番。東部、沼津。055-926-9217番。中部、藤枝。 番西部、岩田、053833の9217番。以上4箇所の受付は、月曜から金曜、午前9時から午後5時までです。心の電話、電話相談、かも下田、055823の5560番。東部、沼津、055922の5562番。中部、静岡、 の番西武岩田、053837の5560番。受付は、月曜から金曜、午前8時半から午後5時までです。ハロー電話、ともしび、教育相談。沼津、電話055931の8686番。静岡、054289の8686番。掛川、 番、86 86番、浜松、86 86番受付は年末年末始を除く毎日午午前時時から午後5時までです。県民相談、鴨下田、電話0558242199番、東部沼津、0559518205番、中部静岡、0542026008番、 西部、浜松、053、453の2199番です。消費生活相談、かも、下田、電話、0558、24の2299番、東部、沼津、055、952の2299番、中部、静岡、054、202の6006番、西部、浜松、053、452の2299番、受付は、月曜から金曜、 午前9時から午後4時。ただし、鴨は午前9時から正午までと、午後1時から3時までです。以上、お役立ち情報でした。次は、静岡県視覚障害者情報支援センター新館案内です。まず、パソコン転訳図書を図書の分類ごとに、署名、関数、著者名の順にご紹介いたします。 こちらはフロッピーでの貸し出しもできます。社会科学、柔らかな海峡、3巻、キムヘギョン。パリで飯を食う、5巻、川内有雄。自然科学、宇宙を動かす力は何か、4巻、松浦壮。芸術、勝ち抜く力、4巻、白鵬章。日本文学、ドルフィンソングを救え、3巻、樋口武弘。 戦めし、4巻、森谷幸太郎。目黒のうなぎ、千代之助、五面んこむる。4巻、早見春。おめんや玉吉、4。2巻、石川博親。ポンコツ髄、4巻、矢作りえ次は、デイジー録音図書です。図書の分類ごとに、署名、朗読時間数、著者名の順にご紹介いたします。 ご紹介するデイジー録音図書の CD の枚数はすべて1枚です。社会科学、お母さんと子供のための防災非常時ご飯ブック、4時間05分、草野香る。自然科学、伝統医学のこれから、第2巻、10時間35分、石原勝美。日本文学、永遠航路、6時間57分、綾崎春。目黒のうなぎ、 千代の助御免めんこむる、6時間42分、早見俊外国文学、猛者のゲーム、15時間23分、ダニエル・シルバ。以上です。利用申し込みは、静岡市青井区駿府町1-70。静岡県視覚障害者情報支援センターまでどうぞ。電話054-253-0228番。ファックス054-250-0766番です。 静岡県視覚障害者情報支援センターの新館案内でしたおしまいは情報広場です障害者就職面接会就職活動中の障害者の方を対象とした企業との就職面接会を開催します5つの会場で行います開催日・会場・問い合わせ先をご案内いたします なお、いずれも2月です。2月6日月曜、面接会、午後2時半から4時半。受付、午後2時から。掛川市障害学習センターで行います。お問い合わせは、ハローワーク掛川、電話053722-418五番です。14日火曜、面接会、午後1時から4時。受付は午後0時半から。グランシップで行います。お問い合わせは、ハローワーク静岡。 電話054-238-8603番またはハローワーク清水電話054-351-8606番までどうぞ20日月曜面接会午後1時半から4時受付は午後1時からアクトシティ浜松で行いますお問い合わせハローワーク浜松電話053-457-5158番十二日水曜面接会午後零時十五分から三時 受付は正午から。キラメッセ沼津で行います。お問い合わせは、ハローワーク沼津、電話055-918-3713番、または、ハローワーク三島、055-980-1302番です。23日木曜、面接会午後1時半から3時半、受付午後1時から、富士山メッセで行います。お問い合わせは、ハローワーク富士、 電話零五四五、五一の二一五一番。またはハローワーク富士宮、零五四四。二六の三一二八番へどうぞ。以上です。なお、詳しくは各ハローワークへお問い合わせください。特別支援学校高等部合同作品展。生徒が創作した美術作品、およそ四百点を展示いたします。二月一日水曜から五日日曜、午前十時から午後五時。 会場は県立美術館。お問い合わせは県立清水特別支援学校電話054-368-6800番、ファックス零0 5 4 3 6 6 5 6 0 0番へどうぞ。蜷川美香展。現代日本を代表する写真家で映画、ファッションなど様々な分野で表現活動を行う蜷川美香の世界をご紹介いたします。 会期は2月1日水曜から3月26日日曜。費用は一般1200円、高校生大学生それと70歳以上が600円、中学生以下は無料です。会場並びにお問い合わせは県立美術館電話054263の5755番、マックス054263の5767番です。富士山の日歴史講演会。 縄文 VS 弥生。弥生時代の木の文化。植生を反映した日本列島の東西の違いとともに、縄文時代と弥生時代における森と木の使い方の違いを紐解きます。講師は、東北大学名誉教授、鈴木光夫さん。2月18日土曜午後1時半から3時15分。定員は先着で100人。申し込みは、氏名、電話番号を。 はがき、電話、ファックス、または E メールで、会場となる、県埋蔵文化財センターへお申し込みください。郵便番号421-3203、静岡市清水区、神原5305です。電話054-385-5500番、ファックス054-385-5506番、E メールアドレスは、maibun アンダーバー t y o s a アットマーク p r e f ドット s h i z u o k a ドット l g ドット j p です。以上情報広場でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは山室舞でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。 さようなら。